アメリカ合衆国テネシー州出身の俳優である。個性的な脇役として知られるジェッターは、1952年にテネシー州で生まれた。母親は専業主婦で、父親は司会だった。地元テネシー州のメンフィス大学へ進学して、当初は医学を専攻していたが、後に演技に興味を覚えて、専攻を演劇に変更。それから徐々に、地元メンフィスの舞台小屋や、 プレイハウスなどで舞台に立つようになった。活動の場を少しずつ広げていき、ブロードウェイやオフブロードウェイへも進出。1990年に出演したミュージカル舞台グランドホテルでトニー賞を受賞。1992年にはテレビシリーズイブニングシェードでエミー賞を受賞している。セサミストリートにも出演していた。1979年に ミロス・フォアマン監督のヘアーで映画デビューを果たす。その後も自身の特徴を生かしたキャラクターで数々の映画へ出演。ウーピー・ゴールドバーグ主演の大ヒットコメディの続編、天使にラブソング鬼の教師役や、グリーンマイルでの死刑囚ドラクロア、フィッシャー・キングでのキャバレーシンガー役などで印象を残している。その他、テリー・ギリアムや公園兄弟等の個性的な監督の 作品に脇役として出演していたが2003年にハリウッドの自宅で死去した。50歳だった。エイズを患っていたが状態は長年安定しており死因は転換性発作によるものであったと言われている。ありがとうございます。